これまで70人以上の卒業生を輩出している坂道グループ。卒業生は女優やタレントとして芸能界に残るケースが多い一方で、一般企業に就職して社会人としてキャリアを積む OG もいます。今回は坂道グループを卒業した後にキャリアウーマンの道へ進んだ卒業生5人を紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。原田葵、桜坂46の卒業生。原田葵さんは在京キー局であるフジテレビにアナウンサーとして入社したことが話題になりました。原田さんは冠番組そこ曲がったら桜坂の学力テスト企画で1位になるなどグループ切手の才女としても知られていて、欅坂時代には大学受験のため1年以上にわたって活動を休止したこともあります。そんな原田さんが大学3年生だった時、あるニュースがファンに衝撃を与えます。それはフジテレビアナウンサーとして原田さんが採用試験に合格したというもの。その時点で原田さんはグループ卒業を発表しておらず、大学卒業まで1年以上の期間がある中での内定報道だったということもあり、確信を持てないファンも多かったのです。しかしその後、新たに叶えたい目標を見つけました。これからはその道に向かって、一歩ずつ頑張っていこうと思います。と、綴ったブログで卒業を発表し、2022年8月にグループを卒業。その後法政大学の卒業式で司会を務めるなど、原田さんが卒業後にアナウンサーになるという噂は徐々に真実味を帯びていきました。そして2023年4月、原田さんはフジテレビの入社式に出席し、社内報にも新入社員として挨拶文を掲載したことで、報道は事実だったことが明らかになったのです。原田さんはフジテレビアナウンサーの公式 YouTube チャンネルに新人アナウンサーとして登場し、握手会を再現するなど、元アイドルならではの一面も披露しました。SNS 投稿によると、今は研修に勤しむ日々だという原田さん。アナウンサーとしてのテレビへの初登場がいつになるのか、とても待ち遠しいですね。なお、フジテレビの採用情報を見てみると、初年度の月給は30万円弱と掲載されていました。フジテレビアナウンサーの平均年収は、在京キー局の中では2番目に高い、770万円以上と言われています。原田さんもアナウンサーとして今後キャリアを重ねていくと、桜坂在籍時よりも格段に年収がアップしそうですね。和田まあや、2022年の年末に乃木坂46を卒業した1期生和田まあやさんは、卒業後に会社を設立してファンを驚かせました。卒業後の進路について明言せずにグループを巣立った和田さんから驚きの報告があったのは2023年3月、自身のインスタグラムを更新し、この度株式会社カゴという会社を設立いたしました。新たなスタートということで不安と楽しみととてもドキドキです。私なりに一生懸命頑張っていこうと思っていますと会社設立を報告したのです。株式会社カゴのウェブサイトを見てみると、代表取締役和田まあやの文字がしっかりと確認できるほか、笑顔イコールカラフルな日常を引き出すことができるクリエイティブ集団を目指していきますという意気込みも綴られています。事業内容の欄にはインフルエンサーマーケティング、イメージモデル、動画出演モデル、 PR イベントへの出演といった文字が並んでいます。各種媒体で露出するタレント候補生に近い存在をプロデュースしていく仕事に力を入れていくと推測できます。乃木坂46の OG にもテレビへの露出は少ないものの、 YouTube や SNS では積極的な活動を展開している人は多いので、和田さんの会社が乃木坂の卒業生と一緒に活動する機会も訪れるかもしれませんね。和田さんのインスタグラムには農場亜美さんや川村真宙さんなど1期生の OG たちの写真が何度か登場しており、和田社長の事業とのコラボにますます期待が高まります。乃木坂46卒業後にまさかの代表取締役としての会社設立を発表し、ファンに衝撃を与えた和田さんが今後どんな事業を展開していくのか目が離せません。斉藤千春、乃木坂46の1期生で2018年にグループを卒業した斉藤千春さんはテレビ朝日のアナウンサーとして順調にキャリアを積んでいます。乃木坂46を卒業したおよそ1年後の2019年4月、
テレビ朝日にアナウンサーとして入社した斉藤さんは、入社初日の4月1日から早速羽鳥慎一モーニングショーにアシスタントとして出演し、入社式の前にデビューを果たした期待の新人として大きな話題を呼びました。羽鳥慎一モーニングショーは同じ時間帯でトップクラスの視聴率を誇る人気番組として知られていて、さらに斉藤さんがデビューを果たした日は平成に代わる新たな元号が発表される日だったのです。注目度の高い番組の重要な放送日を新人アナウンサーに任せるという判断からは、局が斉藤さんに大きな期待を寄せていたことがわかりますね。斉藤さんはモーニングショーのアシスタントを3年間務め、今はモーニングショーの前に放送されている朝の情報番組グッドモーニングに出演していて、すっかりテレ朝の朝の顔として定着しています。乃木坂時代の斉藤さんは合わせて20枚のシングルの制作に携わりましたが、その中で選抜入りした回数はたったの1回。整ったルックスや清廉な雰囲気から一定の支持を得ていたものの、決して中心メンバーとは言えない存在でした。テレビ朝日の社員の平均年収は1300万円を超えると言われており、入社5年目を迎える斉藤さんもすでに1000万円近くの年収があってもおかしくありません。乃木坂在籍時はなかなか日の目を浴びる機会がなかった斉藤さんですが、テレビ朝日アナウンサーに転身したことで露出も年収も格段に上がったと言えますね。一木玲奈、乃木坂46の卒業生一木玲奈さんも卒業後にアナウンサーとして活躍しています。2011年に1期生としてグループに加入し、1枚目から4枚目のシングルで4作連続の選抜入りを果たすなど、運営から大きく期待されていたと考えられる一木さん。在籍4年目の2014年には早稲田大学に入学し、その学力の高さも注目されていた一木さんは、大学入学のわずか2ヶ月後にブログで卒業を発表。その理由は学業優先のためで、一木さんはブログに、大学は自分が思っていたよりも甘くはありませんでしたと綴っていました。乃木坂メンバーとしての活動期間はわずか3年ほどだったのです。一木さんは卒業後も芸能活動を続け、 TBS の人気バラエティ番組には特技である社交ダンスを生かした企画に出演していました。しかし一木さんが大学3年生の時、企画からの辞退を突然発表。本人は学業を優先したいという乃木坂卒業時と同じ理由を挙げていましたが、同じ時期に日本テレビアナウンサーへの内定報道があったことから、日テレに就職するために TBS の番組出演を蹴ったのではないかという非難の声も一部で上がっていました。一木さんは報道通り2018年4月に日本テレビにアナウンサーとして入社しました。坂道グループ卒業生の中では初のアナウンサーだったこともあり、一木さんの入社には元アイドルの肩書きを使ったコネとしか思えないなど厳しい声が目立っていたのも事実です。その一方で日本テレビの一木さんへの期待は大きく、入社わずか6ヶ月で人気番組行列のできる相談所のアシスタントに就任したり、夕方のニュース番組の中でも高い視聴率を誇るニュースエブリーに出演していたりと、バラエティから報道まで幅広い仕事を担当しています。さらに2021年7月に放送されたザ・ミュージック・デイにアナウンサーとして出演した際には、現役の乃木坂メンバーと一緒にデビュー曲ブルブルカーテンを披露するという夢のコラボも実現しました。貴重なパフォーマンスに好意的な意見が寄せられた一方、初期に辞めたから実働期間短いんだし、いつまで特別扱いされてるのって思う、乃木坂も TBS も踏み台にした印象しかないなど否定的な意見も噴出してしまいました。 TBS の番組を降板した時の印象からか、批判的な意見も少なくない一木さんですが、バラエティのみならず報道分野でも安定した進行を見せる一木さんは、アナウンサーとして堅実に仕事をしていると言えますね。橋本七海、乃木坂46で人気メンバー3人からなる御三家の一人として圧倒的な支持を得ていた卒業生橋本七海さんは、卒業後大手企業に就職したと言われています。御三家メンバーの中では最も早い2017年にグループを巣立った橋本さんは、乃木坂卒業と同時に芸能界も引退していて、卒業後は表舞台に再姿を見せていません。そんな橋本さんは卒業後
乃木坂46の運営母体であるソニーミュージックで働いていると言われています。ソニーミュージックの社長と一緒に歩いているところを目撃されたこともあり、一時は熱愛疑惑も取り沙汰されましたが、双方は熱愛を否定。橋本さんが芸能の裏方の仕事をするにあたって仕事の斡旋やケアをするためにやっていたと説明したのです。これらのことを鑑みても、橋本さんがソニーミュージックで働いているというのは信憑性の高い情報と言えるでしょう。エンタメ業界の大手企業であるソニーミュージックは平均年収が1000万円を優に超えると言われています。グループ卒業後に就職しているのであれば、入社6年目を迎えているであろう橋本さん、乃木坂でもトップクラスの人気を誇るメンバーだったため、在籍時もかなりの年収があったと推測できますが、卒業後もソニーミュージックの社員として当時に引けを取らないほどの年収を得ていると考えられます。今回は坂道グループを卒業した後にキャリアウーマンになった OG を5人紹介しました。マスコミなど大手企業に就職したり会社を設立したりと進んだ道は様々ですが、アイドルとしての経験値を生かして第二の人生も彩ってほしいですね。アイドルの卒業後のキャリアについて皆さんの意見もぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。